令和2年2月書の甲子園文部科学大臣賞受賞者らに県民表彰が贈られました。授与式に先立って行われた報告会ではそれぞれ自身の結果を知事に報告。準決勝では大阪府代表県南海高等学校では2年連続決勝戦で負けるという悔しい思いをしてきましたが、今年は準決勝でフルセットの末勝つことができました。8年ぶり7度目の優勝をすることができました。受賞した作品は100枚以上書いた中で一番最後に出来上がった作品なので大変思い出のあるものになりました。私の書いた作品は波の声が響く青空という作品で、新書同点にも出品し文部科学大臣賞を受賞することができ、とても光栄に思っています。私は書道の中でもかなという分野を高校3年間で勉強し、この大会が集大成でありました。高校生ロボット相撲全国大会に出場し、自立型で準優勝、ラジコン型が優勝しました。世界大会では同じラジコン型の部門が世界3位になりました。ロボット相撲で使われるロボットは秒速6メートル以上で動いています。そのようなロボットをいかに安全性を高めコントロールしていくかを突き詰めた結果、このような賞を収めることができました。この他にも昭和学園高等学校バトン部、大分県立国東高等学校総国校の長谷川あゆみさんがそれぞれ自身の活躍を知事に報告しました。表彰状。第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会女子バレーボール競技優勝、東九州龍谷高等学校女子バレーボール部トロ木チームのこの度の優れた成果は大分県民の名誉であり、県民に大きな希望と自信と活力を与えるものであります。ここに県民を代表してその努力と栄誉を称え表彰します。第3回カラーガードマーチングパーカッション全国大会カラーガード部門最優秀賞、昭和学園高等学校バトン部殿、国際高校生選抜書道展個人の部創作部門文部科学大臣賞、川野由衣殿。おめでとう。この活筆の部分が一番見せ場で、そこをといい性質を出すのが一番こだわりました。国際高校生選抜書道展個人の部臨書部門文部科学大臣賞、奥真宏殿。3年生ということで書の甲子園も集大成だったので、まさか取れると思ってなかったのですごく嬉しいです。第56回全国学生書道展高校の部私文書作品部門文部科学大臣賞、渡辺恵佳殿。組み合わせとか墨の濃さとかどこをかすれてどこを空くしてというその立体感を表すようなところがすごく難しかったです。高校生ロボット相撲全国大会ラジコン型の部優勝、大分県立大分工業高等学校未来ロボット工学研究部の2019年度心の輪を広げる体験策内閣総理大臣賞、長谷川あゆみ殿。ありがとうございました。一緒にいないとわからない部分がたくさんあるので、それがもうちょい伝えることができて本当の意味で壁とかがいなくなったらいいなと思って書きました。今回の栄誉は皆さんが絶えず学習研究や練習をしてこられた努力の結晶でありまして、心から敬意を表します。
このような賞を受賞することができ大変嬉しく思います。この結果、この経験を卒業後次の舞台でも生かしていけるように志を高く持ち、また新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。